ほんまにわからんかなと思って一個上手な説明が思いついた。それはね、例えばまあ素敵そうじゃん、4日ならオリーブを植えましょうとか、外国の綺麗な花が咲くとか、まあなんか憧れでしょ、ザーマス的な。なだけど日本に渡ってくる渡り鳥、小鳥系の渡り鳥、日本に来てその小鳥系の渡り鳥、別にオリーブなんか食べへん種類やったら、あれあれってな。いやもう全く平地はそうやってオリーブしてもっていうか、いやオリーブを次の渡り鳥に切り替わってくる別の渡り鳥が来よんの。今まで来た渡り鳥はもう日本を諦めるとか、いや別の方が来たら、ああ、あいつら増えたら嫌やなーと。で、ギューッとどっか行っちゃう、それが、そういう。とりあえず、めっちゃ忘れてた。だから、今まで、日本でずっと聞いてる渡り鳥を大事するような、そんな雑木林なんか、うん、ちゃんと言ったの。そうやったら外国のオリーブとかな、みたいな、外国の樹木植えようなんて発想絶対出るわけないと思う。もし、あなたがご自分のことを天使ちゃんだと思ってるなら、なおさらそうです。日本に来る渡り鳥のためにオリーブみたいな外国の樹木をなんで日本に入れようなんて、天使ちゃんがそんなこと思ってちょっと変ね。